はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は関東草野球リーグのリーグ戦大一番ファイナルズさんとの試合になります。この試合に勝てば、リーグ優勝が見えてきて、最後のトーナメントに進みやすいというか、いい位置につけられるような試合だったので、落とせない試合ということでみんな気合が入っていました。さあ、先頭は斉藤先輩です。斉藤先輩といえば足ですよね。めちゃくちゃ足速いので活かせるかどうかといったところ。ツーそれから、はい、振り抜いて右中間へクリーンヒット、先頭出塁です。で、これちょっともたついてる間に一気にセカンドへ。早い、本当に早いです。いきなりチャンス。はい、ここで、はい、送りバント、絶妙ですね。はい、 OK、 ナイスバント。さあ、3番柴田さん、これ叩きつけた打球、斉藤先輩やらしながら余裕です。深いところの間に1点を先制することができました。初回の先制はでかいですね。はい、そして4番ピッチャー柳中、これアウトコースいっぱい入ってるんですけれども、何はともあれ初回に先制できたことはでかいです。はい、ピッチャーは1年間ずっと先発を守り続けた柳中、先頭バッターをファールチップ三振に切ります。柳中は今年本当に1年頑張ってくれて、この試合まで4試合5試合連続無失点だったかな。いや、ナイスピッチが続いてます。はい、続くバッターはセンターフライ、柴田さんがっちりキャッチです。はい、お次のバッター、スリーツー、これは僕のキャッチングです。すいません、柳中ごめんね、ちょっとミット落ちましたね。はい、4番バッター、要注意バッターですね。これスライダーをサードゴロ、谷田がっちりキャッチ、ファーストで強い送球で初回を無失点で抑えることができました。ナイスピッチ柳中。続く2回は先頭粕谷からです。さあ、ボーリングね、最近は抑えてるとか言ってたけど、1日30ゲームやるようなやつなんで、そのパワー見せられるか。これライト線にフラフラっと上がった打球、しぶとく落としますと、詰まってるんですけどね、やっぱボーリングパワーですかね。いや、ナイス筋肉。はい、続くバッターは高橋さん、ベテランですからね、高橋さんも長津の昔を知っているメンバー。これ盗塁です。はい、成功、粕谷ナイスランです。はい、ツーボールツーストライクとなって、この打球フラフラと上がった打球、ショートかセンターか、これはセンターナイスキャッチですね。相手センターのナイスキャッチ、進塁できず。いや、いいプレーでしたね。さあ、ヒロト、ここ最近ちょっと打撃がんって感じなので、本人ももがいてはいるんですけども、なんとか出塁してほしい。これがフラフラとまた上げてしまって、ファーストフライ、いや、セカンドフライか、セカンドフライとなってしまいます。ヒロト、ちょっと打撃心配ですね。さあ、良平の幼馴染谷田、なんとか打ってほしい。あ、これはアウトコース、いいボール、これは手が出なくても。さあ、お次のボールは高めのボール、これも叩きつけただけ、これをミスを誘う、ショートのエラーを誘って粕谷が一気に帰ってくる、2点目。そして谷田も好走塁でセカンドへ。さあ、これはね、いい流れが来てるんじゃないかなと思います。さあ、そして恐怖の9番バッターが登場します。いいですね、響き、恐怖の9番バッター、ボカチカみたい。さあ、ここでさらに追加点が欲しい、柳中を助けてあげてほしいです。さあ、どうなる、おっと、うっと、ね、あっ、止まった、後で飛んでいく、いや、おかしいだろ、どこまで飛ばすねんって感じですよね、止めたバットで。はい、谷田が悠々生還、そして翔平さんも二塁へ、もうやってますね、止めたよバット。序盤に3点リードめちゃくちゃでかいです。さあ、先頭帰って斉藤さん、これ落ちるかと思ったんですが、これはショートフライとなります。ただいい流れで序盤の攻撃できてるんじゃないかなと思います。さあ、イニング飛んでスコア変わらず5回へ、この回は先頭谷田からになります。先ほどは相手のミスをね誘って得点を上げているので、積極的に振っていってほしいなと思います。ツーボールワン、それから、おー、いいスイングしてますね、後ろに飛んでるんでね、タイミング合ってるんじゃないかなと。はい、
の谷の高打率なんで、これもフラフラと上がった打球、ただ面白いところに、はい、これがまたもミスを誘い出塁となります。そして引き続き好走塁、セカンドを落とし入れて、はい、ランナー二塁、ラッキーボーイですね谷田。いや、いい動きしてますね。ということで、はい、来ました、恐怖の9番バッター、先ほど長打の翔平さんが打席へ立ちます。まあ、ここで1本出ればね、まあ、5点差、まあ、ホームランなら5点差ダメ押しとなるので、ぜひぜひ1本どでかいのを期待しています。はい、初球、これあれ、なんかさっきも見たな、このスイング、これね、苦笑いしてるんですよね本人。あれでまた飛ばそうとしたんかな。まあまあまあ修正していただいて、お次の球はガツンと、よいしょ、ドカーン、グッバーイ。振り抜いた打球は外野の遥か後ろへ飛んでいきました。もちろん谷田は悠々とホームイン、そして打った翔平さんも三塁を回った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 ホームイン。ここで待望の追加点になります。ナイスバッティング、かなりこれでね優位な展開になりました。はい、そして最終回へ無失点のままね、谷中がマウンドへ上がります。これ入りはいいボールでしたね。ただもうこの夏ずーっと、まあ、谷中に投げてきてもらってたんで疲れが出てると思うんですよね。先頭ヒットで出塁を許してしまいます。これちょっと高かったですね。はい、お次のバッター、追い込んでからこれ外のスライダーをうまーく運ばれちゃうんですよね。いや、ボール球でいいやと思って来てもらったんですけど、はいはいはい。そしてここでやつがやらかします。また同じようなところを打たれてライトに、そしてあー、こいつとなります。あいつやりました、マジで。この場面でそんなに点差が結構あるのにもかかわらず、あのプレーをしてしまいました。二者生還を許し、なおランナーが三塁となってしまいます。いや、これでちょっと流れが変わらないかが心配ですよね。はい、お次のバッター、これ叩きつけた打球が難しいところに行って内野安打になってしまい、点差が2点に縮まってしまいました。なおもノーアウトなんですよね。流れってあるんですよね、ひろとくん。はい、そしてお次のバッターはファーストゴロ、翔平さんがしっかりとキャッチ、めちゃくちゃ丁寧に取ってますよね。いや、本当にもう最終回勝っててこのぐらいじゃないとですよね。はい、お次のバッター、またもライトに上がる、大丈夫か、ひろと今度は大丈夫か、しっかりと取ってやっとここでツーアウト。ヒロトの入り方、これは良かったんじゃないかなと、ランナーも進塁させずに。そして最後のバッターになるか、これがハイライトキャッチ、これファールフライをしっかりとキャッチで試合終了となります。まあ、一時はどうなるかと思いましたが、なんとか勝つことができて良かったです。ファイナルさん、ありがとうございました。決勝トーナメントでの試合も後日交換します。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。